オーケーリーは、ブランの試験機である。1984年に建造され、1985年から1988年までの間に25回の試験飛行を行った。現在はドイツのシュパイヤー技術博物館に収蔵されている。ブランの開発は、アメリカ合衆国のスペースシャトル計画に対抗する形で1970年代に始まった。 シャトルの建造は1980年に始まり、1984年には最初の原寸大のブランが完成した。最初の弾道飛行の試験は1983年7月に行われた。OK リンの後部には4つの流リ,リカサトゥールン AL-31 エンジンが積まれ、エンジンの燃料タンクは貨物室の4分の1を占める。 アメリカ合衆国のエンタープライズ試験機が動力を持たず空中発射に頼っていたのに対し、ブランは試験飛行時から自力で離陸することができた。離陸にはジェットエンジンが用いられ、目的の高度に達した後はエンジンが止められ、着陸まで滑空する。これによりブランの設計、操作に関する貴重なデータが得られる。9度のタクシー試験と25度の試験飛行が行われた。 すべての試験はバイコヌール宇宙基地で行われた。計画が中止になった後、オーケーリンはモスクワ近郊のジュコーフスキー空軍基地に保存され、毎年のマックスで展示されていた。2000年にはオーストラリア人宇宙飛行士のポールスカリーパワーが経営するグランスペースコーポレーションという企業に売却された。分解されてスウェーデンのヨーテボリから船でシドニーまで運ばれ、 2000年2月9日に到着してダーリングハーバーの観光名所として数年間展示されることになった。ライン川を経てシュパイヤーに向かう大ー,ーリーマインズでシュパイヤー技術博物館に入る大ーケーリー2000年のシドニーオリンピックでは再組み立ての様子が公開された。観光客は宇宙船の周りや貨物室内部に作られた通路を歩いて見学することができた。 オーストラリアやアジアのいくつかの都市で公開される予定もあったが、オリンピック後に所有者が破産したため、防水シートで覆われただけの状態で何年もの間、柵で囲まれた屋外にさらされることになった。この間に、材質は劣化し、何度も破壊を受けた。その後、OK リーは売りに出され、例えば、ロサンゼルスのラジオ局。 KFWB のオークション番組ニュース 980KFWBAM では600万ドルから開始されたが入札は得られなかった。2004年9月、ドイツのジャーナリスト集団はケ k、OK、リーをバーレーンで目撃している。2005年にジンスハイム自動車技術博物館が購入しドイツに運ばれたが国際法上の問題が解決されるまで バーレーンで5年間保管されていたためであった。2008年3月4日、o k ケーリは船でシュパイヤー技術博物館に運ばれ、修復を終えて内部を歩くことが可能な展示物として展示された。出発の際、橋気から船に移るときに、船尾の装置に不具合があり、シャトルのビブが甲板の高さから落下した。幸い、怪我人は出ず、船もシャトルも軽微な損傷だけで済んだ。 ブランエネルギアタイムラインヒストリー。クラジーズコツイッキー。2006年8月4日閲覧。ブランアナログクロノロジー。ASTRONAUTIX.com。2006年8月5日閲覧。トランスポーティングザロシアンスペースシャトルブラン。プリカルゴ。2006年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月2日閲覧。 ブランアナログ002インシドニー。2006年7月2日閲覧。ロシアンシャトルランズダウンアンダー。コレクツペース http コロンスラッシュスラッシュ www.collectspace.com スラッシュニューススラッシュ news-0210008.html2006 年7月2日閲覧。アナログブラン。 テストビヒクル。2009年6月15日閲覧。バンケ、ジム、ロシアンシャトルブラン、スライトリーユースト、ゴーズ、アップフォーオークショントゥデイ。スペースドットコム。2006年7月3日閲覧。a b バンケ、ジム、オークションヘールズツーセルブラン、ロシアンシャトルリメインズアウェイラブル。スペースドットコム。2006年7月3日閲覧。 シンシェイマーミュージアムカウフトデンソジェットシャトル。2006年8月5日閲覧。ブランケースレビューセット。ガルフデイリーニュース。http://www.gulf-daily-news.com スラッシュ1 r a r k articles アスプアーティクルイコール18万 5595& sn イコールブ イシューイトイコール3万 91& デートイコール6から19から20072007年11月16日閲覧ロシアンスペースシャトルナビゲイツラインディーバーではスピーングル http コロンスラッシュスラッシュ www. スピ i ングルドットでスラッシュインターナショナルスラッシュジャーマニースラッシュレイ151854万5835 零零、html2008 年4月7日閲覧。ありがとうございます。